最後入ったか。なあ、もう一度チェックしてくれよ。なあ、俺はカウント2でギリギリ返してるつもりだよ。でもな、レフリーが3つ数えたんだ。しょうがないよ。今日の少ない望みだったけど、今日負けて、もう俺のこの今年のベストオブザスーパージュニア決勝に行くことはこれ以上できないけどな、今日負けたからって言って明日を捨てるわけじゃないんだよ。明日は最終戦エルデスペラードだろ。なあ、ここ最近いいようにやられてるからな、必ず借りだけはしっかり返すからな。最高の気分だろ、おい。最高の気分だろ、おい。一番言いてえのはよ、てめえら、ざまあみろ、この野郎。ざまあみろ、ピンチ、てんでほし。武士、おい、俺の方が強かったな、おい。今回は、俺の方が強かったな、この野郎。おい、クソくだらねえファンでも、おい、てめえらよ、よく、あそこ明日いいんじゃねえかとか、おい、偉そうに、何言うせんかわかんねえけど、言ってくるな、おい、ふざけんな、ふざけんな、おい、言っただろ、おい。俺は十分強いんだよ、おいおい、なんか言いたいことあんだら言ってみろ、おいブース、どんな気持ちだ、おい。俺は最高の気分だぜ、おい。まあいいよ、おい、鉄パイプもこんなになっちゃったよ、おい。よし、最後だ、おい。俺の最後の相手分かるやついるか、おい。田口。え、田口、今回はサンとか選手つけないようにしたな、おい。お前はサンつけろ、おい。選手やれんだよ、失礼だろ、おい。最後田口か、おい。田口にはな、多分一番負けてんじゃねえのか、この1年だか2年でてめえに一番負けてんな、おい。最後の試合だ、おい。てめえをぶっ潰して終わってやる。